ています。今日はですね、またアルダブラ造形のダンボ君登場していただきました。今日はですね、ダンボ君のですね身体測定をやっていきたいなと思います。我が家に来ても14年経ちまして、最後に身体測定したのが2016年の4月1日なんですね。その時の体重が 38.6kg。 そこからね、どれくらい成長したのか調べていきたいなと思いますので、今日の動画もよろしくお願いします。おう、さあダンボ君、じゃあ包丁を測っていこうかね。ここをね、ゼロの視点としてこのてっぺんを取らせていきますね。おお、あ、すごい好調。今ちょっと見えにくいかもしれないですけど、好調が今 93.5cm、 93.5cm ありますね。すごいな、めちゃくちゃ大きくなってる。いや、これ今、まあ、全体的にドーム型ですからそんなに大きく見えないんですけど、今もうここからここまで 93.5cm、 すごいな、こんな大きくなってるんですね。じゃ続いてですね、甲幅を測っていきたいと思いますね。まあカメのウエストみたいなもんですね。ちょっとまあ測っていきたいなと思います。甲幅もなかなかねありますからね。よいしょ、すごいわ甲幅。今ですね 87cm ですね。ここまでなんで 87cm。 いや、めちゃくちゃ大きくなってる。いや、今日は幸い天気もいいんでね、ダンボさん絶好調ですね。さあダンボさんですね、なんと現在高調が 93.5cm で、高幅が 87cm とですね、めちゃくちゃ大きくなってるんですよ。こんな大きくなってると思わなかったよダンボさん。いや、先日ちょっとあの亀丸子さん、藤彦さん、亀山さんうちにいらっしゃったと思うんですね。あの大体70センチくらいじゃないですかねって話したんですけど、やっぱ5年前くらいの記録ですからね、全然あのサイズが違いました。もう 93.5 センチもありました。びっくりですね。でこれですね、母がなんと我が家に来た当初のダンボさんのサイズ、これをですね、なんと紙粘土で作ったみたいなんで、ちょっと比較してみたいなと思います。こちらなんですよ、わかりますか皆さん。これ約高調9センチの時のダンボさんなんですよ。で今見てください、こんなにサイズ違うんですよ。すごくないですか、びっくりします。約14年間で10倍に成長してるんですよね。いや、すごいねダンボさん、こんな大きくなって。いやー、もうね、アルダブラゾウガメの成長を垣間見る瞬間ですね。じゃあ最後にですね、ダンボさんの体重、これ測っていきたいなと思います。さあ最後にですね、ダンボさんの体重を測ってきたんですけど、この体重計じゃダンボさん乗った時はあの乗り切らないので、あの私がまず体重を測って、その体重と、もう一個ダンボさんを持った状態の私の体重を測ります。でそこから自分の体重を引いた数値でダンボさんの体重を割り出したいなと思います。果たしてね、高調 93.5cm のアルダブラゾウガメ持ち上げられるかちょっと不安ですけど、頑張ってやっていきたいと思います。さあではですね、ダンボさんの体重測る前に、まあ、自分の体重測ってみたいなと思います。私自身の体重測るの久々ですからね、いくつになってるかちょっと分かんないですけど、出ましたね、 83.8kg ですね。ちょっと意外と太ってたんで、ちょっとあの自分の体重の多さにね、ちょっとびっくりしてますけども、じゃあここでですね、この後ダンボさんを持ち上げた重さとこの自分の体重を引いてダンボさんの体重出していきたいなと思います。さあじゃあダンボさん持ち上げていきたいなと思います。さあ、いくつあるのか、さあ測定の結果なんですけれども、合計数値がこちら 148.4kg ありました。ということは
148.4kg から僕の 83.8kg の体重を引いて 64.6kg もありました。すごいダンボさん。いや草しか食べないのにね、ここまで大きくなれるってね、ほんとすごいですね。はい、ダンボさんのですね、高調、高幅、そして体重すべて測り終えました。高調が 93.5cm、 高幅が 87cm、 そして体重がなんと 64.6kg もあります。めちゃくちゃ重かったです。いやしかもやっぱりね、この本人の力もあるせいか、手を動かれるとね、より一層力が強く感じますね。いやーダンボさん、だから先ほどもお伝えしたように2016年の4月1日で 38.6kg、 そして現在2020年3月26日なんですけど、ね、で 64.6kg、 いやもうね正直倍近くになってるんですね。いやーすごいですね、ゾウガメの生きる強さを感じますね。いやーこれで本日の動画以上になります。よろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。本日もお世話になりました。どうもありがとうございました。シーズンネクストタイム、バイバイ。ありがとうございました。